い、どうも、たいしです。ね、いつもって冒頭に言ってしまうんですが、まず今回はですね、先日秋田で行われた秋田ダンスフロアっていうね、ストリートダンスコンテストがあったんですけど、それの動画の、審査員として参加させていただきました。ちょっとね、本当は当日に動画をバーッと送ってもらって、その場で審査をして、こう当日に発表っていう予定だったんですけど、ちょっと私の、ネット環境のちょっとトラブルによりまして、動画が再生できずに、関係者と出演者の方にはとてもご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。はい、で、後日ちょっと改めてネット環境をちょっと回復したので、審査させていただいて、結果出させていただいたんですけど、ちょっとね、今日はそのコンテストのねに参加していた、ニュージャックスイングのチームをちょっとピックアップして、ちょっとねご紹介したいなと思っております。はい、じゃあ早速行ってみましょう。トップバッターですね、トップバッターに出ていた、デルタフォースエマーブル、はい、こちらのチームになるんですけどね、多分動画この辺に流しておくんで、ちょっとごめんなさい、著作権の都合で音は消させていただくんですけど、多分この辺に流れてると思います。はい、ね、このチームすごいね、かわいらしいキッズたちの大人数のチームでですね、めちゃくちゃいいですよね。特に冒頭のデンあれがもうなんかもう可愛くてね、はい、とてもいいと思いますね。元気よくすごい見てて、こう元気をもらえるんで、とてもいいと思います。はい、ね、で、まあせっかくなんでね、アドバイス的なことを言いますと、基本的にはまだね、体が多分みんなできてないと思うんで、ね、成長につれてスキルは上がっていくのかなと思うんで、そのままね、元気いっぱい踊っていってもらえればいいかなと思います。で、あとは、体の、こう、向きだったりとかが結構バラバラしちゃうんで、ね、なんかそこら辺とかがね、ちゃんとこう揃うようになってくると、もっとこう、安定して、見れるようになって、とてもいい作品になるんじゃないかなと思うのでね、その調子で、ね、元気いっぱい、踊って頑張ってほしいと思います。はい、はい、じゃあ続きまして次のチームですね。スクールですね、3人組の、男の子3人組のチームになりますね。このチームね、個人的にはめちゃくちゃ好きで、そう、もうなんかすごいんですよね。もう、本当にこう、フレーバー満載な感じで、めちゃくちゃいいですよね。技術面とかで言うとね、やっぱり、いろいろ、まだまだ、こう良くなるところとかがあると思うんで、そこは引き続きね頑張って練習してほしいんですけど、ね、ちょっと上手くなってこなれ感が出てくると、またちょっとこの良さ、今のこのスクールの3人の良さがなんかなくならないかなっていうのが心配ですね。このままこういろんなことができるようになるって言ってほしいという個人的な思いです、ね、このがむしゃら感がとてもいいと思うんで、このままねがむしゃらな感じで、ね、もうこうね、男の子のこう調子のいい男の子みたいな感じのフレーバーをそのままね、突き詰めていってほしいなと思っております。はい、
続きましてはスイングフット。このチームもね結構大きい、あの最初に紹介したあのデルタフォースエマーブルみたいなあの大人数のチームで、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんなのかな、あのチームよりも、うん、さすがにお兄ちゃんお姉ちゃんなだけあって、あのすごい安定感がで、多分すごくこの振りをね踊り込んでるのがわかるなって思いました。うん、安定感もあってとても良かったと思いますね。で、あのところどころにね個人個人があのこう技みたいなあのことをやっていくんですけど、多分相当やり込んでいってるなっていうのがすごく伝わったかな。やっぱり慣れてないと何か技みたいなのやるときってなんかこう行くぞ行くぞっていうのがちょっと伝わるんですよね。なんかそれがなんかいい感じになくて、なんかと急におーみたいな感じでこう展開されてから、なんか結構見ててこうわっていう瞬間があって、うん、このチームはとても良かったです。でもうシンプルにすごい見ててワクワクしたんで、うん、すごい良かったなと思います。はい、アドバイスといえば、まあやっぱその細かい部分とかねがやっぱりもうちょっとこう揃えていけるのかなとも思わなくはない。手の使い方だったりとかね、うん、あと体の切り返しのタイミングとか、うん、そういうところ、まあやっぱコンテストなんでね、そういうところまで揃ってくるともっと完成度の高い作品になるのかなと思いました。うん、そのままね頑張って、もっともっとスキル上げていけばもっともっとねいい作品になっていくと思うんで頑張ってください。はい、続きましてファンポップさんですね。はい、2人組のねこちらのチームになります。はい、こちらのチームの2人はねなんかこう踊ってる時のねこう踊りのこうあれなんつうの、あのテンションというかバイブスがめちゃくちゃいいなと思いました。なんかうん、すごくいいテンションで踊れてて見てて楽しいし、なんかこう気持ちいいなっていうね、こうそういうのを感じさせる踊りだったなと思いますね。で、あとはアドバイスとしてはなんかこう動きのバリエーションをもっと増やすといいのかなと思いました。なんかこう曲が変わったのに対してなんかこう踊りの変化っていうのが少し少なかったのかなって、多分なんか曲のね最初曲が途中で変わったんですけど、その変わった曲が変わったのに対してのこの曲調の変化と踊りの変化がなんかちょっと少なかったのかなっていうね。やっぱ曲の雰囲気がガラッと変わったらね、踊りの雰囲気もね、まあ、曲に合わせて変えていくといいのかなと思いました。うん、で変えてなおかつちゃんとこう統一感全体を全体作品全体 の統一感っていうのを意識しながらこうやっていけるともっと良くなるのかなと思いました。ちょっとね難しい話にはなっちゃうんですけど、うんうん、でもなんかまあすごく、うん、踊りはめちゃくちゃ良かったなと思います。あとはまあなんか細かい部分でね、もっとどうしたらもっとかっこよくなるんだろうっていうのをね追求していけるともっとかっこよくできるかなと思うんで、なんかそういうところね探していってもらえるといいなと思いました。はいね、今回は秋田のコンテスト、ニュージャックスイングのチームはこの4チームになってますね。でもなんか結構秋田にはちょこちょこね、交流させていただいて行ってるんですけど、なんかこうニュージャックスイングのチームがこうしっかり育ってきてるなっていう印象をねなんか受けました。うん、とても嬉しいですね。
はい、その調子でぜひね続けて、でまたね、ニュージャックスイングとかって結構あの、まあニュージャックスイングに限らずダンスってダンス全般だと思うんですけど、大人になってからの方が実はすごく楽しいメルって思ってるんですよね、私は。ね、だからあの最近は自分は結構あの大人の人にダンスをしてもらうっていうのをね、目標に言ってるんですけど、ね、そうなんで、あの今やってるね、今頑張ってこう踊り頑張ってる子たちはそのままね、まあ多分ずっと続けてるとなんか疲れちゃう時とかもねあるとは思うんだけど、なんかやめるとかそういう選択肢じゃなくてね、ちょっと一旦置いといてみたいなテンションでいいのかなって思って、でそのままねまたやりたい時にやればいいし、で長く続けて、そうするとさ、またね子供の時では分からなかったこう魅力とか、あこういうの楽しいなとか、そういうのがね見つかって楽しめると思うんで、本当長く続けてほしいなと僕は思います、ダンス全般。うん、またニュージャックスイングがね、また特にこうそういうところが強いジャンルになってると思うんでね、うん、はい、そう思います。はい、ね、一応今回は自分はまあニュージャックスイングっていうところに特化して踊りを発信させてもらってるんで、ピックアップしたねのはこうニュージャックスイングでエントリーしてた4チームですが、まあ他のねジャンルのチームとかもすごい上手な子とかね、いい子いっぱいいたんで、とてもいいなと思いました。うん、はい。ね、まあ、今ちょっとねコロナでいろいろ大変ですけど、その調子でね、その調子ってなんだ、ね、世の中大変ですけど、またね落ち着いたら絶対にまたわーって盛り上がると思うんで、うん、なんか今このタイミングでなんかちょっとこうテンション上がんねえなー、ダンスやめようかなーとかならないで、うん、まあ、今はもうしょうがないんで、うん、ポジティブにね、まあこうやっていきましょう。なんだこれ。まあ、ちょっとね最近自分もYouTube ちょっと頑張って更新してるので、ぜひねまだチャンネル登録とかされてない方はぜひチャンネル登録お願いします。でまあ ここのねチャンネルでこうその何ニュージャックスイングねのこう情報とかをなんかこう共有できるようになっていけるとね、またいいなと思うんでね、ぜひニュージャックスイング盛り上げていきましょう。はい、秋田ダンスフロアダンスフロアの出演者の皆さん、関係者の皆さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございましたね。じゃあそんな感じでまたお会いしましょう。またね、イエイイエイ。